トム発見動画チャンネルの吉田勉です。本日は桜美林大学の大学祭に来ております。今中野展示を見る前にいくつかテントを回っておりますが、こちらのテントではフェアトレード公平貿易ということで案内をされました。この開発途上国の暮らしをしている人たちに対してフェアに支援の立場で考えようということだろうとこういうふうに考えます。こちらは地産地消ということで、地元で取ったものを元で消費しようという考えです。そういうことでほうれん草の何でしょうね、こちらはホットケーキバウンドケーキだそうです。そういうご案内をいただきました。この後いただきますが、先にご案内をさせていただきました。今日は地元桜美林大学の大学祭が行われております。吉田勉発見動画チャンネルの吉田勉でした。終わります。